ゃあ最後の第6弾、高く飛ぶ方法を解説します。で、まあ、1から4でちゃんとある程度板が弾けて、ある程度前足が使えるようになって、まあ物を越えたいとかね、まあ高く飛びたいっていうのになってくると思うんだけど、そこのところでまあどうしたら高くなるかなっていうのをちょっと解説していこうと思います。まずまあ物を越える時って、例えばじゃあこの孤立をこう飛ぼうとするじゃん。でこの時のスケートボードの軌道って、ここまでズリズリズリって吸ってってなって物を越える後ろがね、多分大体みんな飛べないっていう理由、このまんまこうやっていくからさ、後ろに当たると思うんだよね、テールが。これを前上げれば飛べるんさ。で単純に、すっげえ単純なんだけど、パーンってノーズ当てるじゃん、この位置でノーズをクイッてできたこの高さなんだよ。ちょっとこれはすげえ極端に言い過ぎてる、でも本当にそう。だから物を越えるときはまずノーズを越えろっていう、ノーズを越えたときにもうよく言ってるこのクイッをすれば、もうこれだけで物を飛べるんだよ。これが、まあ、簡単に普通に言ったら物越えの秘訣でもあるし、フラットで物なくてやるときのオーリーの秘訣で、まあ、これ以上の高さを出したいって時の話、もう物越えとかはいいかな、いいのかで、まあ、物越えのやつよりも、まあ、多分みんなが結構憧れるのって縦コーンだと思うんで、縦コーン飛びたいって結構言うじゃん。縦コーンをどうしたら飛べるか、この高さ、まあ、原理はさっき言ったのと一緒、ここに来てここまで持ってこれれば行くわけさ。でこれがまず、まあ、第一段階の話ね。ここをまずノーズが越えなきゃいけないから、まあ、こうやってもさ縦コーン越えないじゃん。だからここからここまでのこの数十センチはここで引き上げるって行動を覚えなきゃいけないんだよ、この動作をズリズリズリをするとまずノーズが越える。で2段階目はこれだよね、クイッ。でその時に重要なのは足の今言ったテール弾いてノーズをすり上げてピークでクイッてやって降りるっていう動作だ。だいたいみんな足に行っちゃうんだけど、飛べない人ってだいたい上半身が動いてないんだよ。足だけすげえ頑張っちゃって、叩きとかすげえ強くしちゃって、逆に強くなりすぎて潰しちゃって板が上がんないでわっって当たったりとかすることが多くて、で1個前の動画でも説明した上半身の使い方、タイミングよくちゃんと弾いて自分の体が一番浮きやすいタイミングが大事。このパチンの時に自分がどんだけ上に行けるか、それがこんなね、じゃあ例えば腰の位置が俺今ここっしょ、この腰の位置で立てこうのは俺飛べないから、絶対いくら足上げてもこれしか飛ばないんだよ。でもこうジャンプしてこの縦コーンよりも自分の腰は絶対越えなきゃいけないし、って言っても縦コーンこんなもんじゃんね、まあスケボーですると俺も高いけど、でもまあこんなもう、まあデッキで言ったら腰以下じゃん。で自分が足をこうやって引き上げた時のこの高さ、
分を上に行けばいいだけだから、あれあのね、ああいうのピューンってレンガみたいなピューンって飛ぶのをさ、橋トトトトピョンってやってば飛べるっしょ。でなんでそれがスケートボードに乗るとできないかっていうと、走って飛ぶときって真正面に向いてつま先で飛べるじゃん最後。だからこの軸があんまずれないからピョンって飛べんだけど、スケートボードって横向いてこうやって走って飛ぼうとすると、まあどっちかになんだよね足が、多分両方でピョンって難しいと思う。でそれをバランスよく飛ぶために後ろ足で弾いて、でもスケートボードっていう木が手助けしてくれっから、デッキはその反発をうまく使えば勝手にくっついてくるし、ある程度足が擦れれば、で自分の腰の位置を、腰もそうなんだけど胸もそうなんだよね俺の中で。この状態で腰ピョンって上がってここが伸びてても飛べる気がしなくて、結局こうやって引きつけるじゃん。で引きつけるも引きつけるで、足がデッキとね自分の足がくっついてるわけじゃないから、自分の足だけ引きつけてもデッキどっか行っちゃうから、だからこの引きつけるって行為を、これが大事なの。この自分が上に飛んだ時に、まあ多分デッキこの辺にあるよ、それをちゃんとこうやって引きずってこれる上まで。そしたらまあ、簡単に言えばこっからこの分は上に上がるんで、上に飛び越える。で後ろ足をちゃんとタイミングよく引きつければ絶対後ろ足もこうやって上がってくる。で飛べない理由っていうのは、だいたい上半身の動きが重いとか体が前に開いちゃって腰が上がらないっていうのが理由だから、ちゃんと腰をこうグッて開いてんじゃなくてグッと横にして開いた状態でジャンプしても全然飛べないから、これをしっかりとあの平行なんかね、平行にするには俺のイメージは腹筋に力入れるの、ケツの穴締めるイメージでやると止まるから、これで手やるのが大事なの。あとは、まあ、ちょっとずつ高くしていくものをね、高くしていくのも大事だし、なんか俺の中のそのオーリーの効果的な練習方法っていうのが、物を飛び越えるよりも物に飛び乗る方が練習になるなって思ってて、こういうステージとか、まあああいう歩道から車道から歩道みたいな段差とかあるじゃん。で上がちゃんとこうステージじゃないけど段差になって上があるから、そういうところに飛び乗ったりするのがすげえ練習になる。物越えとかよりも全然練習になるし、感覚つかみやすいからでした。それでテール越えちゃえ、ちゃんと越えて上に乗れるようになれば、一緒の高さのものを飛び越えるのは簡単になるから、あとはまあ本当やってもらってやりまくってもらって感覚つかむしかない。無理にそんなね、例えば今日オーリー始めました、縦コーン飛びますなんて無理じゃん。ある程度は時間かかるから、
でもある程度のものだったら今日やり始めました、でもこれだけ飛べましたっていうのはできると思うんだよ。だからまあもう毎日のように何度も何度もやっていろんな感覚をつかんで、あこれがこうなってきたらこうなんだって自分でこう考えると、自分の中であここがダメなんだっていうのが分かると成長も早くなるから、こここうしたらこうやって動くじゃんとかも見つけられるから、それを探しながらやるのも一個の練習方法でもあるし、あとは物を飛び乗ったり、そのオーリーもフラットでやるだけがオーリーじゃないから、バンクでやって戻ってくるのもオーリーだし、飛び乗るのもオーリーだし、飛び降りるのもオーリーだし、幅飛ぶのもそうだし、いろんなオーリーをなんかいろいろやってみてやると、なんか多分 いろんなところにいろんなヒントが落ちてるから、こういうオーリーしたいときはこういうやり方なんだっていうのもあるから、うん、頑張ってください。おしまい。